仕事でしばらく帰れない。単身赴任だと私に嘘をつき、愛人と同棲生活を始めた哲也。その事実を知った私は、これまでの悲惨な生活を思い出し、怒りから哲也に復讐することを心に誓う。許さない。これまで私の生活を脅かし、自分は違う女とよろしくやっていたなんて、絶対に許せない。目に物を見せてやる。私はある人に援助をお願いし、ある復讐計画を企てるのだった。私の名前は萩谷薫。在宅ワークでお小遣い稼ぎをしているしがない主婦だ。夫の哲也とは結婚してもう5年になる。二人の間に子供はおらず、私も哲也も毎日仕事に明け暮れていた。哲也の仕事は大手機械工場の営業マンであり、最近昇進して課長になったばかり。営業課のエースで周りからはチヤホヤされており、35歳になった今でもまだ若い子と遊べるぐらいに俺はモテていると家で豪語するようなチャラ男だ。そんな彼と付き合ったのは、彼が小さな下町工場の作業員だった頃だ。当時は女っ気も少なく、仕事に熱心な彼と友達の紹介で知り合い、誠実そうな見た目に好印象を抱いた。友人からも奥手で内気な性格と聞いていたため、おとなしい性格の私とは相性がいいと思ったことから、仲を深めていき、交際2年で結婚に至った。しかし、私と結婚したことで運が来始めたのか、そこから今の会社に転職。女性相手に喋るのは苦手だが、仕事の面ではかなり積極的な性格だったらしく、営業としての素質を見抜かれ、周りから転職をお勧めされたのをきっかけに、今の会社に就職した。営業課に配属となってからは、朝から晩まで仕事。そこから接待で朝帰りなんて生活がしょっちゅう続いた。おまけに結婚して色づき始めたのか、女性との交流も増えた。仕事の付き合いが営業にとって大事なのはよく聞く話だ。はじめは私も我慢して寝ずに帰りを待つなんて生活を続けていた。しかし、どんなに遅くなっても帰ってきた哲也が、その生活になり始めた頃、家に帰らない日が続いた。毎週末飲みに行っては帰ってくるのは日曜日の朝。誰と何をしていたのかと問い詰めても、お前には関係ないだろの一言で、私の質問にまともな回答をしようとしない。挙句の果てには収入面で怒鳴りつけられる始末だ。在宅ワークで俺の半分も稼げてないくせに、稼ぎ頭の俺のしてることに口出しなんてしてくるんじゃねえよ。いつから俺のやることに口を挟める立場になったんだ。そう言っては収入マウントで私を黙らせるのがお決まりの文句だった。哲也は私が何の仕事をしているのか知らない。フリーランスで仕事をしているということだけで、後のことには一切の興味を示さなくなった。帰ってきて話すのも自分の話ばかり。お前はいいよな、一日中家で好きな時間に仕事ができて好きなように働けるんだから。俺なんて周りから期待されてるのがでかいからさ、それに応えるのに必死だっつうの。優越に浸り、私を見下しては独りよがりなトークをするのは日常茶飯事のことだった。彼の言う通り、私の年収はよく頑張っても300万程度。営業で稼ぎ始めた彼の年収はおよそ800万。どれだけ仕事を頑張っても私は彼の足元にも及ばない。言い返すことのできない辛さに、次第に心を病み始めた私が田舎に帰ろうかと思い始めた時だった。私の動向を察した哲也にこっぴどく説教を喰らった。お前がいない間俺の飯はどうするんだ。何か適当に買ってくるとかじゃダメ。家に帰らない日もあるから、てっきり外で食事してると思ってたんだけど、私がいない間だけそれをしてもらうのはダメかな。もう何年も実家に帰れていない。原因は哲也だ。
私が実家に帰りたいと言い始めると、こうして自分の生活はと脅しかけてくる。しかし今回はさすがに限界だ。田舎の美味しい空気を吸って気持ちをリフレッシュしたい。家の中にずっといるのは息が詰まりそうになる。父と母とは電話はしているものの、顔を見せていないことから二人を安心させてあげたいという気持ちもあったけれど、何度お願いしても徹夜から OK の返事をもらえる気配は一向にない。きっと私が実家に帰って自分のことを何か喋られるのが怖いのだろう。徹夜は自分の評価が下がるのを異様に嫌う。仕事ができて収入もハイスペックと言われる部類にいる自分に常に酔っているのが彼だ。おまけに顔もそれなりのポテンシャルがあり、俗に言う色男。そんな自分の評価を下げられ、ましてやそれが嫁の実家の人間からだとなると、いろいろまずい。下手したら自分の家族にすらそのことを話されるかもしれない。自分がいかに私を卑下し窮屈な生活をさせているのか、彼は重々承知している。そんなリスクを背負ってこんなことをするぐらいなら、初めからそんなことをしなければいいのに。そんなことを思いながらも、私は彼に自分の意見をはっきり言うことができない。なぜなら私は彼に怯えながら生活していたからだ。この生活になり始めたのは、彼が今の会社に勤めて半年が経った頃だった。仕事が忙しくなり、私との時間を取れなくなったことから、彼が私の浮気を警戒し始めたのだ。俺にはお前を構う時間がないけど、お前には自分の時間を自由にできる余裕がある。俺がいない間に男を連れ込むなんて容易なことだろう。男の影なんてみじんもないのに、いきなり言われた言葉に私は驚きを隠せなかった。疑いを晴らそうと携帯を見せたり、一日のスケジュールを伝えたりもしていたが、それでも徹夜は私を信用しようとせず、逆に信用してほしいなら俺の言うことを聞けと脅しかけてくるようになった。自分が電話をしたら1分以内に出ること、外出するときは逐一メールを飛ばし、今どこにいるのかも写真に撮って送ること、飲み会や友人との付き合いはめったに許してもらえない。それをきっかけに異性交流があるかもしれないと疑われたからだ。挙句の果てには実家に帰ることを禁止され、今に至る。あまりの束縛っぷりに限界を感じ、一度脱走しかけたことがあるが、すぐに警察に通報され連れ戻された。連れ戻された後の生活は1ヶ月近く地獄だった。人には会えないような状態にされ、さらには言葉での威圧、命を脅かされるような日々を味わわされ、まさに力での支配。彼に逆らおうという気持ちを絶たれるほどにひどい仕打ちを受けた。お前は俺の嫁だろ。その嫁が旦那の仕事の間に家事を放棄するなんて許されると思ってるのか。これまであったひどい出来事を思い出していると、不意に近くにあった花瓶を壁に投げつけられた。陶器が割れる激しい音と花瓶に入っていた花が無残に散り、周りのものが水で濡れる。その音と怖さから私は頭を抱えてうずくまった。カオル、俺はさ、お前を養うためにこうして働いて頑張ってるんだよ。お前にもわかるだろう、俺のこの愛情と日頃の大変さ。俺が帰らなくて寂しいのかもしれないけど、それでも俺はお前にいてほしいんだよ。なあ、わかるよな、カオル。感情任せに花瓶をぶつけた様子とは違い、歪んだ愛情をつらつらと並べ、うずくまる私のもとに徹夜が歩み寄った。その様はまさに異様。私はまた自分に手を出されるんじゃないかと恐れ、カタカタと体を震わせながら必死に自分を守るように縮こまった。そして怯えながら何度も彼の言葉にうなずき、機嫌を取るように謝る始末。
そうして怯える私が愛おしいのか、徹也はそばで体をかがめると、守るように私を抱きしめ、何度も優しく髪を撫でた。カオル、愛してるよ。分かったら俺のそばを離れようとしないでくれよ。その行動が不気味で怖くて、私は恐怖に支配されたように首を縦に振る。徹也の歪んだ愛から私は逃げることができない。徹也の束縛から逃れる勇気が今の私にはない。私は一生彼のそばで奴隷のように暮らすしかないんだ。そんな風に人生を諦め、ただひたすらに彼の言いなりとなり、人形のような生活を送っていた時だった。徹也にある疑惑が浮上したのだ。徹也が浮気？それは幼なじみからの電話だった。幼稚園からの付き合いがある彼女とは結婚してからも交流があった。理由は簡単だ。彼女自身が徹也に交渉したからだ。結婚したからって友達付き合いまで止める理由は旦那さんにないですよね。私、カオルとは幼稚園からの幼なじみなんです。別に男女の仲でもないんだし、これからもカオルと一緒にいても大丈夫なはずですけど。それとも何ですか？私がカオルと付き合うことに何か問題でもあるんですか？正義感が強く、自分の思ったことははっきりと口にするタイプの幼なじみに徹也も圧倒されてしまい、言い返すことができなくなっていた。これ以上変に言い返せば、それこそ何かを怪しまれる可能性すらある。徹也はしぶしぶ私と幼なじみが関わるのを了承し、彼女に対して何かを言うのはやめてくれた。きっと彼女が美人だったというのもあるんだと思う。自分の周りに常に花を置きたがる徹也は彼女のルックスを気に入っていた。自分が家にいる時には彼女を家に招待して3人で食卓を囲んだり、たまに外食にも連れて行ってくれることがあった。3人で外に行けば周りからは羨ましいと言われるほどに幼なじみは美人だ。そんな彼女を連れている自分に優越感を感じていたのだろう。そんな幼なじみが徹也の仕事の日に突然電話をかけてきた。何でも大事な話があるという。てっきり結婚報告かとのんきに思っていた私は、彼女からのこの電話で思いもよらない真実を知ることになる。落ち着いて聞いてほしい。これからカオルに少しショックな話をするわ。結婚報告とはほど遠いただならぬ様子の彼女の言葉に、何を話されるのかとドキドキした。自分が何かをしてしまったんだろうかと不安に思っていると、彼女の口からとんでもない言葉が飛び出す。黙っていようかとも思ったんだけど、確実な証拠も発覚したからちゃんとカオルに伝えるね。徹也君、浮気してると思う。同じ女性と何度もホテルに行ってるのを私と私の知り合いが見てる。突然の報告に驚きを隠せなかった。徹也が浮気をしているなんて、そんな気配みじんも感じなかった。仕事で遅くなると言っていた時も、飲み会の様子を写真で送ってきていたり、今誰といると逐一報告してきていたぐらいだ。そんなこまめにしている人間が浮気だなんて、とても簡単に彼女の話を信じることが私にはできなかった。けど単なる他人の空に行って線も。そんなことを言いながらも完全に否定することはできなかった。私に連絡をしてきてはいるが、それが本当の情報かはわからない。事前に用意することだってできないとは言い切れない。むしろ浮気を否定する証拠を探す方が私には難しい。しかし、いきなり言われた言葉を素直に受け止めるというのにも無理があった。急な展開すぎて頭の整理が追いついていない。混乱している私に幼なじみは一通のメールを送信してきた。
これを見てもまだそんなことが言える。そう言って彼女は私に添付された画像を見るように促した。言われた通りに送られてきたメールを開封する。そこにはホテル街で見知らぬ若い女性と腕を組みながらホテルへと入っていく徹夜の姿が映されていた。これなんであんたの旦那が浮気してるって分かったのかっていうと、その女うちの会社の社長令嬢なんだよ。今度うちの会社とあんたんとこの旦那の会社で契約することが決まっててね。その女にも確か旦那さんがいたはず。信じられない情報と現実に頭の中が混乱している。幼なじみの言っている言葉が理解できない。徹也が浮気をしているというだけでもショックなのに、まさか相手が社長令嬢、しかもこんなにも若くて美人で可愛くて、私にはない全てを兼ね備えている彼女に自分が負けた、そんな感覚がした。言葉にするのならまさに絶望、奈落の底へと突き落とされた気分になった。知り合いからその画像を見せられた時、私も言葉を失ったわ。まさか哲也君だなんて思いもしなかったもの。けどこれで分かったでしょ、哲也君は浮気をしてる。一回ちゃんと調べてみなさい。何かあれば私も協力するから。幼なじみからの電話に動揺していると、そのタイミングで哲也が帰宅。私は慌てて通話を切り玄関へと向かったけれど、そこから哲也と何を話したかは一切覚えていない。自分がどうやって一日を過ごしたのかも全く思い出せない。そのぐらい私の中で哲也の浮気が判明したことはショックを隠しきれないことだった。そんなことを思いながら翌朝目を覚ますと、哲也の姿はなかった。自分がいつ寝ついたのかも記憶にない。ただわかるのは寝不足で体がだるい。重たい体を引きずりながらリビングに向かい、眠気覚ましのコーヒーを入れる。昨日友人から言われた哲也の浮気、あれは本当だったのかと携帯を確認するが、やはり通話履歴もメールも残っている。そして添付された画像を見て涙がこみ上げてきた。愛してるって言ってくれてたのに。その言葉だけがきっと唯一私の気持ちの支えになっていたものだったんだと思う。一瞬で何もかもを壊され、憎しみがこみ上げようとしていた時だった。突然家のチャイムが鳴り響いたのだ。うちに事前連絡のない来客が来るなんて配達員以外では珍しい。義両親も徹也を通してじゃないと家を訪れたりしない。私の両親に至ってはもってのほかだ。今日は宅配が届く予定も徹也から聞いていない。一体誰なんだろうか。いろんな思考を張り巡らせながら恐る恐るインターホンへと向かう。チャイムに応答するように通話ボタンを押すと、そこにはロングコートを身にまとった身なりの綺麗な男性の姿が映し出された。はい。新手の訪問販売かなんかだろうか。それにしては愛想を振るような気配がない。男性の顔つきは険しく、凛々しい顔立ちのせいか威圧感さえ感じるような空気がある。一体誰が何の用なのだろうか。不安を胸に抱きながら通話に応答すると、男性はカメラに向かって視線を向け、確認するように言葉を促した。萩谷さんの奥さんですか。彼は新藤と名乗り、要件を伝えるためにある写真をカメラ越しに私に見せつける。萩谷さんのことでお話があります。これを見ればおそらく説明は不要かと。よければ中に入れてください。そう言って彼が見せてきたのは、先日幼なじみから送られてきた哲也と
浮気相手の証拠写真だった。私は驚きから口を両手で押さえ込み、不安と恐怖から一瞬にして体を震え上がらせる。なぜ彼がそれを持っているのか、これで私をゆすり金でも取るつもりなのか、いや、それならきっと哲也自身に仕掛けるはずだ。なら、なんで私に密告？彼と私に接点はない。一体彼は何者なんだ？疑問から思考が停止し、進藤さんの言葉に返すことができないでいると、彼もそれを察したのだろう。改めてカメラ越しに視線をこちらへ向けると、優しい声色で言葉を告げた。安心してください。私はあなたの味方です。あなたの旦那さんについて知っていることをお話しします。その言葉を聞いた瞬間、私の中である予感が頭をよぎった。十中八九、彼はそれだ。私は彼の言葉を信じ、中へと彼を通すことにした。お邪魔します。突然押し寄せてすみません。けど、こうでもしないとあなたに会う方法がわからなかった。知人から話を聞いても、あなたは普段から旦那さんに縛られた生活をしているとお伺いしたものですから。玄関へとやってきた進藤さんを家へと招き入れると、私は来客用のスリッパを差し出した。口ぶりから察するに、進藤さんは私に哲也の写真をリークしてくれた幼馴染の知り合いなのだろう。予想通りだったことに安堵しつつ、彼の話に耳を傾けた。改めまして、私はこういうものです。そう言って進藤さんは私に名刺をくれた。名前のところに記載されていた会社は、全国でも有名な IT 企業の会社名。しかもそれに加えて、記載されていた代表取締役社長の文字。彼がすごい人だということは一瞬にして理解することができた。実はあなたの旦那さんと浮気をしていたのは私の妻なんです。想像もしていなかった言葉に私は目を見開いて言葉を失った。あの写真は私が依頼した探偵に撮らせたものであり、あなたの旦那さんの素性を調べ上げた時にご友人とあなたにつながりがあることが判明しました。彼女と私はビジネスの関係であり、プライベートでも仲良くさせてもらってるんです。久しぶりに仕事の話がてら食事した時にこの写真を見せると、あなたの話を私に教えてくれました。彼女が言っていた知人というのが進藤さんだった。予想もしていなかったつながりに動揺が隠せず、頭の中が混乱している。そんな私の様子を察しながらも、進藤さんはさらに話を続けた。私は妻と離婚を考えています。しかしただ離婚するだけでは気が済まない。今日妻と萩谷さんは帰宅しません。妻は友人と泊まると言っていました。きっと萩谷さんとの予定があるんだと思います。いきなりな話で混乱させているのは分かっていますが、カオルさん、よければ私に協力してくれませんか？私はあなたのこともここから救い出したい。協力って一体？唐突に進藤さんから聞かれた質問に戸惑いが隠せなかった。まだ哲也が浮気したことを知ったばかりで頭が働いていない。これから先どうしたいかなんて想像もつかない。そんな私の気持ちを察したのだろう。進藤さんが私の手を優しく握り、私の心に寄り添うような言葉をかけてくれた。友人から話はお伺いしました。あなたが萩谷さんからどんな目に遭わされているかも彼女は察していたようです。すみません、あなたに接触する前に探偵にあなたのことも調べてもらいました。友人はあなたの身の安全も心配だと言っていました。正直私は自分の妻がどんな目にあってもどうでもいいです。ですが女性をそんな目に遭わせる輩は放っておけません。進藤さんからの言葉で初めて私は
自分の気持ちに気づいてもらえたと安堵した。誰かを頼りたいと思っていたが、誰を頼ればいいのか、誰にこの話をしても大丈夫なのか、そんなことすら考えられないぐらい私は追い詰められていた。彼からの一言をきっかけに、私は改めて自分自身のことを考え始めた。これからの人生、徹夜のために自分の一生を捧げる。それしか私には選択肢がないと思っていた。逃げられない。彼から逃げればまたひどい目に遭わされる。私は死ぬまで鳥かごの中なんだと、そう思っていた。けど今なら助かるのかもしれない。ここから逃げ出せるのかもしれない。そんな気がした。私はそんな自分の気持ちに従うように立ち上がる勇気を持つことにした。進藤さん、今から話す内容は他言無用でお願いします。私は自分を変えたいんです。私の強い意志がこもった眼差しを見た進藤さんは、それに応えるように静かにうなずいてくれた。こうして私は今まで自分がどんな目に遭わされてきたのか、進藤さんに洗いざらいすべての事情を話した。進藤さんは私の苦しみに寄り添い、私の手を握ってよく耐えたと涙ながらにいたわってくれた。そしてこれから先の話をしてくれた。このままただで終わらせるわけにはいかない。私と進藤さんは復讐計画を企てることにしたのだ。進藤さんと話してしばらくした後、徹夜から単身赴任の話を聞かされた。何でも東京に単身赴任になり、3ヶ月は帰ってこれる見込みがないとのこと。仕事でしばらく帰れない。俺がいない間も家のことはきっちりしとけよ。たまに帰省したりするからな。そんなことを言っておきながら、私は知っている。単身赴任ではなく、彼が愛人と同棲生活をしようとしていることに。しかし私はそれをそ知らぬふりをして聞いておく。まんまと徹夜の言葉を真に受けたような理解ある妻を演じ、彼の言葉を承諾。気持ちよく彼を見送ることにした。いよいよなんだね。徹夜が単身赴任に旅立った後、幼馴染と進藤さんが我が家を訪ねてきた。私の荷物をまとめる手伝いをしてくれて、進藤さんは諸々の手続きもしてくれている。カオルさん、覚悟はできてますか？荷物をあらかたまとめ終わった後、進藤さんに改めてこの計画を実行する覚悟について問いただされた。私の中では心に決めている状態だ。今さらこの気持ちが揺らぐことなんて万に一つもない。そんな強い意志を表すように私は力強くうなずいてみせた。もちろんです。もう迷いはありません。その言葉を聞いた進藤さんは、私の気持ちを汲み取ったかのように微笑みをこぼし、幼馴染は私のことを優しく抱きしめてくれた。何かあったらいつでも頼って。私はあんたの味方だからね。ありがとう。こうして私は徹夜と愛人に復讐するため、何年ぶりかにこの家を飛び出した。きっとあの二人は何も知らずに今も濃々と過ごしているのだろう。徹夜に至っては私に何かを起こす行動力なんて存在しない。何か言われたら力で支配すればいい。そんな風に考えているに決まっているはずだ。けどもうそんなことさせない。私はあの人の人形なんかじゃない。これまでの恨みも憎しみも全部100倍にして彼に返してやる。私は私の人生を歩むんだ。そんなことを思いながら、私はあの家を飛び出したのだった。家を飛び出して1ヶ月が過ぎた頃、徹夜から電話がかかってきた。きっと近況を探りに連絡してきたのだろう。1ヶ月も人のことを気にも留めず、よく連絡してこれたものだ。
哲也の呆れた行動にため息をこぼしながら、私はその連絡を無視する。そして進藤さんに彼から連絡が入ったことを伝える。幸いこの時間なら愛人はまだ家に帰ってこない。私は進藤さんを呼び出し、計画を実行する旨を伝えた。進藤さんが家に来るまでの間、私の携帯には哲也からの着信が鳴り響いていた。今まで彼からの電話に出ないなんて一度もしたことがなかった。そのため内心哲也は相当焦っているのだろう。苛立ちも募っているのか、一分おきにかかってくる着信が鳴り止まない。あまりのうるささにサイレントモードで携帯を放置し、やってきた進藤さんを家に招き入れ、あとは愛人が帰宅するのをただひたすらに待った。そして愛人が帰ってきたのを見計らった頃、私は哲也からの着信をスピーカーモードにして応答する。もしもし。もしもしじゃねえよ、お前ふざけてんのか。何のために携帯持ってんだよ。あ、相当ご立腹なのだろう。舌をまくしたて、そばに愛人がいるというのにもかかわらず声を張り上げる哲也。あまりのうるささに不快感を感じ、思わず受話音量を下げた。仕方ないでしょ、用事で出る余裕なかったんだから。なんて平気で今ならペラペラと嘘が口から出てくる。普段ならすぐ謝るくせに、いきなり強気な姿勢を見せた私に対し、哲也の怒りはさらに急上昇したのだろう。言葉が乱暴になり始め、怒りの色をむき出しにしているのが分かった。お前、誰に向かって偉そうな口聞いてんのか分かってんのか？分かってるわよ。誰に向かっても何も、同じ人間なのにあなたの方こそ何様なわけ？神様にでもなったつもり？彼の感情を荒ぶらせるように煽り言葉を口にすると、思わず進藤さんが笑いをこらえる姿が視界に映った。いいぞ、もっとやれと言わんばかりに親指を突き立てる進藤さんに、私もいたずらっ子のような笑みを浮かべて親指を突き立て返した。お前、調子に乗るのも大概にしとけよ。今から帰るから、おとなしく家で待ってろ。怒りが限界に達したのだろう。今すぐに自宅に向かおうとする哲也に、私は言葉をかけた。その必要ないわよ。あ？玄関出てみなさいよ。は？何が何やらわからない様子の哲也。私はその言葉だけ伝え、通話を切った。怒りで冷静さを失っている哲也は、言われた通りに玄関の扉を開ける。そして扉を開けて目の前に映った光景に言葉を失った。ね？帰る必要なかったでしょ？なんでお前がここに？なんと私は哲也の隣の部屋から姿を現したのだ。もちろん私の後ろには進藤さんの姿もある。驚いた哲也が唖然としていると、その様子に気づいた愛人も姿を現した。どうしたの哲也さん？大使さん？はい、明確な証拠をどうもありがとう。愛人が顔を出してくれたおかげで、二人が同じ家から姿を現している様を写真に収めることに成功し、満面の笑みを浮かべた。何が何やら状況を理解できない二人は完全に言葉を失っており、私はそんな二人にさらなる言葉を浴びせる。残念だったわね。楽しかった？愛人との同棲生活。毎日毎晩よろしくやってたみたいだもんね。聞いててヘドが出そうだったわ。よくもまあ、あんな猿のように毎日毎日できるものね。あんたたちの盛り具合にドン引きしちゃって、こっちはご飯すらまずく感じてたわよ。バカにするような笑みを浮かべると、私の煽りに反応した哲也が私の胸ぐらに手を伸ばしかけた。しかしそれを制止するように進藤さんがカメラを向けると、哲也の動きも固まる。怒りに身を任せていると言っても、この状況がいかに不利なのか彼も理解しているのだろう。なんで二人がここに？当然の疑問だろう。哲也も同じことを思っているはずだ。
まさかお前ら二人できてるんじゃ。バカにしないでくれる？あんたたちみたいな猿と一緒にしないで。私はね、新藤さんの会社の SE として働かせてもらってるのよ。そう言って私は懐にあった社員証を哲也と愛人に見せつけた。そこには確かに新藤さんの会社名と私がついている部署の名前が記載されており、これがハッタリではないことを明らかにしている。新藤さんが新しく東京に一社構えることになってね、私をそこの SE として採用してくれたってわけ。もともと個人で仕事してたから私のスキルも考慮してくれて今に至るのよ。私のやっている在宅ワークに一切の興味も示さなかった哲也。私がエンジニアのスキルを獲得しているなんて知りもしなかったのだろう。気づけば自分より稼げる仕事についていたことに驚きの表情を浮かべていた。あんたたちの浮気現場はカメラでバッチリ押さえてあるから、言い訳しても無駄よ。言い逃れできるなんて思わないでね。そんな浮気だなんて大げさな。そうだよ、俺たちはただ仲良く交流させてもらってただけで。さっきの話聞いてた？なんとかこの場をしのごうと悪あがきをする二人。そんな二人に対し、私は冷めた視線を向け、自分の携帯に録音しておいたこれまでの二人の常時の音声を廊下に響き渡るほどの音量で流し始めた。こっちには証拠があるって言ってるでしょ。そこにはお互いに名前を呼び合い愛を求める音声が録音されており、聞いているだけでこっちが不快になってくる。二人は二人で自分たちの情事を垂れ流しにされ恥ずかしいのか、慌てて音声を止めるように頼み込んできた。廊下を通りかかった住人も何事かとこちらに視線を送っている。やめろよ。なら素直に認めなさいよ。浮気してこの家で同棲してたんでしょ？そうです。彼とは一緒に住んでます。素直に言ったんだからお願い、もうやめて。必死な二人はこれから先の状況を想像できていないのか、涙ながらに懇願している。そんな情けない様子は見てて気持ちがよく、私の唇に悪い笑みが浮かんだ。これで完全に言い逃れできなくなったわね。一体何が目的なんだよ。俺たちをどうしたいんだ。完全に自分たちが不利な位置にいるというのに、まだこんな強気な姿勢を取れるのか。哲也の頭の悪さに呆れて言葉も出てこない。あんたたち二人にはきっちり慰謝料をもらうわ。あとあんたからはこれまで私にしてきた仕打ちも込みでね。そう言って私は隠し撮りした映像を見せる。そこには哲也にこれまで散々されてきた乱暴の数々が映り込んでおり、見るに絶えない映像も残っていた。それを見た愛人は哲也のそんな一面を知らなかったのだろう。顔を青ざめさせ、新藤さんもあまりの痛々しさに眉間にシワを寄せている。肝心の哲也はというと、そんな映像が残されているとは思っていなかったのだろう。驚きから言葉を失い、口を金魚のようにパクパクとさせていた。いつかあんたとこういうことになった時のためにちゃんと録画しておいたのよ。どんなにひどいことをされても愛してくれてると信じてた。私が一番なんだと思って耐え抜いてたけど、どこかでそれは私が必死にあんたにしがみついているだけなことも理解してた。あんたに怯えて立ち上がる勇気がなかった私に、新藤さんがきっかけを与えてくれたのよ。今まで自分の言いなりだった私が初めてこんなにも強気で反抗していることに驚きを隠せないのだろう。強い意志を表すように彼を睨みつけていると、哲也は怯えたように後ずさりする。あんたたち二人のこと許したりしないから、きっちり耳揃えていただくものいただきますからね。そういった私の言葉に二人は観念したのか、うなだれたまま何も言い返すことはなかった。
こうして私と哲也の戦いは終わった。あの後、進藤さんは奥さんと離婚。奥さんは泣きながら何度も許しを請うていたが、彼がそんなことを許すはずもない。弁護士を立ててきっちり慰謝料を請求していた。私は私で、進藤さんに紹介してもらった優秀な弁護士さんに後を頼み、これまでのモラハラも含めた慰謝料を哲也に請求。もちろん愛人にも慰謝料を請求し、進藤さんも哲也に慰謝料を請求。2倍以上の慰謝料を請求された2人はまさに地獄のような生活をしていると風の噂で聞いた。このことは哲也の会社の人にもバレてしまい、社長令嬢に手を出したということで哲也は会社をクビになった。愛人も家を勘当されることとなり、一件落着。やっとこそ私は自由を手にすることができたのだ。あれから私は変わらず進藤さんのもとでお世話になっている。周りの社員さんたちも優しく、慣れない土地に住む私の面倒をよく見てくれた。恵まれた環境のおかげもあってか、私はみるみるうちに腕を磨き、現在では課長として活躍している。あんなことがあり、人生に絶望を覚えていたが、諦めなければきっといいことがある。私はこれからも前を向いて突き進んでいこうと自分に誓うのでした。